お疲れ様です。なんで回してん？キララさんから玄関から回してほしいっていうことだったんで。え、どういうことだ？キララさんのお友達が来るっていう情報を。はい。え、やばい人ってこと？まあ、そこはもうやっぱりちょっとなんかもう緊張してきちゃうよ。もうまたこの狭い。よろしくお願いします。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 あ、すごい鍋がある。はい、そうなんですよ。鍋食べながらという。え、友達来るんですか？友達行きます。友達。あ、今日カルビちゃんは？カルビが今日あの熱出しちゃったんですよ。嘘だ。本当です、本当です。カルビさんいないの？あ、会いたかったんですか？うん。めっちゃカルビさんにお土産持ってきたのに。え、なんでカルビにだけ持ってきたの？というかまずその敬語じゃなくていいですか。ちょっと敬語。あ、じゃあ敬語やめますか。敬語やめていいですか。敬語やめよう。やめよう。うん。俺この狭い部屋でキララさんと二人やばい。二人きりですよ。二人きり。なんでカルビさんいなくなったの。そうカルビがね今日はあのちょっと本当に急遽熱出して。でも来たがってためっちゃ。本当ですか。うん、そんな言ってもらってもめっちゃ嬉しいと思う。いやだってカルビさんにせっかくお土産持ってきたんですよ。何を持ってきたんですか。ちなみに、ちなみに、うん、カルビさん本当会いたかったんで、うん、こういうガチなプレゼント持ってきたんですけど、さんまさんにもプレゼント持ってきた。え、嬉しい。これマジでレアものなんですけど。え、本当ですか。はい、だから俺それで言ったらその生放送したじゃないですか。あ、前に、はいはいはい、その時にももらったじゃないですか。うん、覚えてます。うん、グッチのコラボナス。あれもめっちゃ嬉しかったです。なんかやっぱりさんまさんはそういうレアなものが似合うなと思ってて、はい、今回もめちゃくちゃレアなもの持ってきた。え、何、そんなハードル開けて大丈夫。はい、そんなに。あの、うん、有名なニューハーフ、うん、ゆかちゃんのチンカスです。え、本当に本当に本当に言ってる。え、これマジでレアなやつなんで。え、マジ、はい、本当に言ってる。え、見てください。え、これわし。ちょっと待って、頭おかしい。あ、私マジで商品。え、本当にマペゼの虎見てて、マジで面白いなと思って。いや、僕本当に好きなんですよ。はい、私お金出そうかなと思ったぐらい。え、本当に。え、これ面白くて。ちなみに言うと、これガチで。ガチで。じゃあちょっとじゃあ挨拶しますか。うわ、はい、すごい。入れとこう。あ、そうで、なんか、うん、ちょっと私も、うん、じゃあ一人じゃあれだなと思って心細かったんで、うんうん、ちょっと挨拶の前にお友達呼んでもいいですか。もちろんです、もちろんもちろんです。あ、本当ですか。はい、友達ですよね。出てきて。どんな呼び方。おお、やば。初めまして。よろしくお願いします。初めまして、よろしくお願いします。ヒロさんですよね。はい、ヒロくんです。おかしいよ、これ。おかしい。違う違う、知ってる。これ泥酔やめて。おい、よろしくお願いします。すみません、座ってください、座ってください。いや、違うんだって。違う、なんで来ちゃったんですか。いやいや、でもね、数々のアスリートの方とか。いやいや、そうなんですよ、そうなんですけど、テレフォンショッキングみたいに続くから、ゲストをその呼ぶのはわかるけど、大物ゲストを隣に置いちゃうと、もう意味わかんなくなる。意味わかんない。次にさ、ヒロくんだったらわかるよ。でも、今一緒に言ったら、俺もキララさんも緊張してたんですよ。で、もう一人相方がいるんですね。はい、その人が急遽来れないってなって、それでも緊張してたら、もうヒロくん来ちゃって、ぐちゃ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 。マジで3人でやるんですか。マジでやりましょう。やりましょう。ちょっと相方の代わりに来ました。いや、どんな、ちょっと、いや、やばいって。カルビの代わり強すぎる。ちょっと挨拶いいですか。どうも、サオマ、トランジスタと、キララと、ヒロダを。あー、すごい。かわいい。すごいかわいい。すごいよ。ちょっと乾杯します、一回。乾杯しましょう。はい、好きなもん、取ってください、もう。乾杯。乾杯。ありがとうございます。うん、うわ、飲まないと無理だわ。いや、じゃあ普通ね、このさっきも言ってたんですけど、ゲストって三上さんも連れてきてくれて、かのくんを、はいはい、それをなんでかっていうと、多分 YouTuber とあんま面識がないから、はい、この僕と三上さんの間の人を連れてくるんですよ。なるほど、なるほど。でもヒロくんってキララさんよりもっと遠いじゃないですか。間違いないです。間違いないですよ。本当にガチガチ初対面ですよね。ガチガチ初対面ですよね。だから俺の中ではそのキララさん今日どう深掘ろうかなって話したら、ヒロ君も深掘らないから。そうなんですよ。逆にカロリー数高いですよ。いやいや、でも話しやすくてめっちゃ良かったな。で、キララさんも俺めちゃめちゃ話しやすくね。いや、そうですね。こんなフレンドリーなんだと思って。あ、本当？
なんか他の撮影みんながいる時とかって多分みんなに挨拶できないから、うん、しかもやっぱキララさん大物だから別室が多いんですよ、やっぱり。 あれめっちゃ緊張するんだよ。私がここがいいとか言ってないでしょ。わかるわかるわかる。だからみんな入れられるって。そうそう、キララさんがやっぱ違う部屋にいるから、うん、もうなんか緊張しちゃうぞそれだけ。今日来てくれたらもうめっちゃフレンドリーだったから。あともう一つ聞きたいのが、そどういう関係なんですか。なんか何今の何もないまではない何もないけど取られた関係ではあります。3年前か2019ぐらい、うん、2年前ぐらいに、うん、週刊誌、はい、そう、でも出会ったのは17とか8、学生だった気がする。何回かライブ来てくれたりとかして。あ、そうそうそう、普通にお友達の中で、うん、これ今回なんて呼ばれたんですか。この日空いてるって来た。ちょっと待って、 YouTube 始めたって最近言ってたんですよ。あー、そうなんですね。10月の頭に、はい、なるほどなるほど。あ、はい、いいタイミングだからっていうので。そう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 、タイミングもあって。いや、あ、でもヒロ君、ここじゃないわ。広めるのここじゃない、うん、もっとだってそれで言ったら俺私ヒカルとコラボしてたから、うん、2年前してましたね。してました。でだから俺はなんかそこでしょって思うけど。そんなホームパーティーみたいな感覚で言うじゃない。え、でも本当に、あ、全然行く行くみたいな感じで、はい、ちゃんと俺のチャンネルって言ってくれた。え、言った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 。いや、それ何にも聞かずにさすがに来ないです。さすがにね。そんな頭おかしくないです。僕のあれですか、仕事は知ってくれる。もちろんです、もちろんです。もちろんです。え、YouTube 見てるんですか。見ます見ます。えぇー、それこそそれなんか YouTube を始めるってなってから。あ、勉強で、はい、真面目なんだ。いやめてください。真面目な、いい子なんだ。この感じで真面目は結構きついです。確かに真面目一番きついです。いや確かにね。だから頑張ってね、服を破いたりして。いやいや違うんです。デザインデザイン真面目じゃない。努力すごくない。あとこれ努力なの。これ努力じゃない。やっぱロッカーだからね。やめた後にまた服貼ってる。でも研究はしてるっていう。俺も服屋じゃんそれ。めちゃめちゃ喋りやすくてよかった。いや、よかったです。すごい。え、いくつ ?29 の年です。あ、9か。あ、じゃあ年下なんだ。怖いですよ、急に今年分かった途端に急に。じゃない。今懐しかもチンカスあるからさ。バイダンです。聞いて。なんすか。カルビさんに会いたくて、うん、カルビさんにガチのプレゼント持ってきたんですけど、うん、相馬さんにもちょっとプレゼント必要だなと思って、うんうん、持ってきたプレゼントが、うん、ちょっとこちら。あ、こちら。それがこちらですね。え、何。あの極秘ルートから手に入れた有名ニューハーフな方のチンカス。嘘でしょ、本当に。やば。違う違う、本当にチンカスが好きって言ってたの知ってる？知ってます、それは知ってます。あ、知って、待って、それ知ってる。それは知ってんの。それは知ってます。それは広まってる。それは知ってますよ。え、本当に知って、あ、それ知ってる。それは知ってます。一番喜ぶじゃん。やばいね、発想。発想やばいよね。俺これなんか出しちゃいけないもんかと思ったもん。俺もうなんかギリギリギリパケに入れて。やばい、そんなのに入れんない。なんでパケ持ってるの。パケが折れるからね。やばいよ。やばいね。それは普通に健全な針の治療行った時にもらった。ああ、もらったやつね。たまたまあったからね。全然ななんかそれも言い訳もなんか怪しいわ。針が出てる。針ね。でもこれをプレゼントするってすごいよね。やばい。本当に喜んでるんだけど、うん、喜んでるってすごいじゃん。ちょっと喜んでるんです。え、本当に喜んで早く匂いが来たいもん。やばっやばっ。これ貯めるって相当だからっていうのは話広げてる。だって俺ね、この前その僕レペゼントラテに出させてもらって、うん、でそのチンカスニューハーフのエロサイト作りたいっていうのをやったのね、うん、でその後に自分のチャンネルで青汁王子に投資を頼むっていう評価を取ったんだけど、うん、めちゃめちゃ不評で。コメント欄も気持ち悪いの。で、俺、あ、じゃあもう触れない方がいいなって思ったら、うん、チンカス持ってきたから。めちゃくちゃ笑って、大人さんでこんな面白いなと思って。いや、本当に僕、でもちょっと好きなんですよ、めっちゃ。何が好きなんですか。チンチンが好き。でも、バイじゃないんですよ、僕。いや、無理あるし。いや、俺はバイじゃないの、うん、その、男の人は無理なの。でも、チンチンは好きなの。で、たまたまそれで女の人についてたらいいなっていうのは、ニューハーフの人はすごい好きっていう。だから、あー、そう、なるほど。だからバイって言うと、うん、逆に言うとお前バイじゃねえじゃんっていうので言われちゃう。なるほど。だからそれ言うのがそのヘホっていう人がいて。ヘキホ。ヘキホじゃない。アスカキララさんの口から認知されてるのがすごいよね。いや、すごいすごいすごい。ヘキホ喜んじゃうよ。ヘキホ知ってるんだ。ヘホさんね。ヘホじゃなくて、うん、誰ですか。ヘホっていう。ヘホさん。そうそうそう。で僕もヘホって言われてて、はい、あ、そういう人のことをヘホって言うんだなって言って。え、そう呼び名があるんですか。そう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 。そういうニューハーフの人が
とか好きで、要はその女性が好きだけどチンチン好きな人ヘホって言うんですよ。へえ。俺もあヘホって言うんだと思って語源調べたら変態ホモだったの。やばすぎやばすぎ、略されてる、略されてる、略されてとんでもないあだ名作られてる。変態ホモの略でヘホっていう括りがあるみたいな。そうなの。でも別に俺ホモじゃないし、さっきも言ったけどホモが悪いわけじゃないと思うんだけど、うん、別にホモじゃないから難しいラインなんだ。なるほど。もうチンチンだけが好きなんですか。てか待って、しょってチンチンの話になってる。俺大丈夫。ヒロ君とキララさん呼んでチンチンの話して俺今日だから本当にこうアスケキララさんってこういろんなコラボしてもやっぱふざけるんですよめっちゃ、はい、だから真面目な話をしたいなって思って。なるほど。だけどいきなりもうチンカス持ってこられたもうしょってくじかれてるんだよな。でヒロ君も来てるわけじゃん、うん、ヒロ君一人でもね持つのにこう二人いた時に俺もうテレビなんだもんテレビなんだもん。多分ここ俺じゃないのいやこんな狭い部屋でこの3人で話すのかなんかもう不思議すぎて。いやいい、嬉しい、でも嬉しいです、うん、ちょっと火つけよう、火つけよう、はい、火つけよう。鍋とか食べれます？食べれます、うん、食べれます。なんかやっぱキララさんって超ね美食家ってこの前コラボさせてもらって、あ、やっぱそうなんだ。そうなんです。ヒロさんもです。やめてください。いややっぱヒロさんのイメージもやっぱお金持ってるっていう。そんなイメージないでしょ。イメージやっぱそのそんなイメージあります。俺やっぱその家計がいいイメージがあるから、だからなんか美味しいもの食べてきてんだろうなっていうイメージがあるから。日高屋とか行かないでしょ多分。日高屋、スキヤとか全然行きますよ。あ、そうなんだ。全然行きます。行きます。全然私酔っ払ったら、うん、行きますよ。ああ酔っ払った勢いで。なるほどね。チェーン店はしごとかしますよ。まあするよね。一軒で済ますよね。いくらか食べちゃう。まあはしごは聞いたことあるけど、飯はしごなんか聞いたことない。ちょっと今嘘ついてる。ちょっと今嘘ついてる。私めちゃくちゃ大食いだから。じゃあスキヤ行くじゃん。行くよ。その後どこ行くんだよ。松屋。いや、ありえない。そんなやついないじゃん。嘘すぎ。何そのそれ嘘がもうバカ。だって急丼の次に急丼行くって。ありえないか。マジであるわけないじゃんそんなこと。行きます。あなたつ何なんだ。いや面白い。それこそ今飲むってやっぱ飲むイメージが強いじゃん、アスケキララさんって。やっぱ結構な頻度で飲むの。いやでも週1に、うん、誰と飲んでんの本当に気になるそれ。なんか酔っ払ったら全然知らない人とかも飲んじゃうんですよ。知らない人と仲良くなって。いるってことその場に。はい、知らない間に誰かいるみたいな。はい。もう酔うとじゃもうどうでもよくなっちゃうの。どうでもよくなっちゃいます。それ一緒に飲んだりはしないの。あります。あります。一緒に飲んだ。そこまで酔ってるのはあんま見たことないんだよ。いや何回もあります。ある何回もあります。あるんだ。何回もあります。俺それで言ったらだからそれこそさ、この前ヒカルがさんまさんと会ったで、それってだってそうですね、仲介ですよね。はいはい、仲介業者じゃないですか。やめて本当に仲介ですよ。やめてよと思って私それなんか、はい、翌日朝起きてびっくりして、はい、SNS に載せてると思って、はい、確かに。しかもなんかそれ載せちゃダメなやつと思って。そうでしょ、うん、あ、そうなんだ。いやそれ普通ダメじゃん、うん、でも光って普通じゃないじゃないですか。でそれでなんか光載せてるからいいんだと思ってみんな載せて。まあそうだね。あ、そういうことなの。そうダメダメダメと思って。絶対ダメだもんね。で私は見てました。ヒヤヒヤしてたの。見てましたね。やめてやめて。でも消してくれました。レペゼンさんとか。ああ、ヒカルも。ヒカルは消さない。ないやば。キララが合わせたんだって。そう、ね、であのさんまさんを、うん、しかも YouTuber と合わせてみたいに言われ、そうそうそう、言われたやっぱなんかヤバい女だみたいな。でもヤバい女ではある。ヤバい女ではあるんだけど。ヤバい女ではある。そこは自覚あるんだね。そう、ヤバい女ではあるんだけどさ、人格持ってきてます。それ間違いない。それは俺は無理があるからね、うん、だから自覚あってまだよかった。確かに、うん、よかったけど。自覚はありますけど。でもそこはしっかりしたかったってことだね。あ、そう。そう、常識があるんで。まあそうだね。そう常識はある。やばい中にも常識あるんで。さすがにね。そうなんですよ。だから俺やっぱアスカキュラーさんのイメージってやっぱエビスマスカツとか見てて、やっぱかっこいいイメージがあるもん、うんうん、あ、本当ですか。なんかエビスマスカツかなんかわかんないけど、ラップバトルとかで見た時にラップバトルでやった時になんかお前ら AV 女優って私のこと言ってちょっと見下してるかもしんないけど、うち奥稼いでるからよろしくみたいな。ああります。かっこよと思って、俺あれ見た瞬間にあ、かっこいいと思って。ほんと、うん、いやあれって、その貯金額も言ってたからね。あの時にお前貯金いくらあんだよって言ったら、まあ1億飛んでせんみたいな。飛んでせんすぐ飛んじゃう。飛んじゃう。しかも1億飛んでせんって別に飛んでないから。飛んでない飛んでない。次の毛だからね。で、今貯金いくらあんの？いやいやいや、絶対そういうの聞く。私見たもん。え、見た？
見ました、ね、すぐ貯金聞く。なんで聞くか分かる。なんで聞くかっていうと、あのサムネとかタイトルでつきやすい。なるほどね。YouTuber の下水ところ。なるほどね。それこそその時に葵さんいるじゃないですか。葵空さん。葵空さんとか60億貯金あるって言ったから。うわ。で中国マネーやばい。うわって言ってるけどいたけどね。いたんだ。すごいね。60億貯金あるんですよ。その当時。それがなんかテレビの脚本かどうかわかんないけど、言ってて。でも60億って相当じゃないですか。いや、相当だよ。キャッシュで持ってるってことですよね、だから。いや、多分キャッシュで持ってる。そんなやついる？いや、資産100億とかは結構聞いたことありますけど、キャッシュで60億はさすがにないんじゃないかな。めちゃめちゃ人気でしたもん。中国全体が大空さんのこと大好きみたいな、ね、中国マネーみたいなことで全部流れてってっていう。でもそんな行くかな。ちょっと待って、ヒロ君思ったよりカルビと同じ役割してる。すげえ広げてくれ、優しい。突っ込みをしてくれます。60億とか。めっちゃいい子、めっちゃいい子って言ったら失礼かもしれない。いやいやいや、ありがとうございます。いや、だってバンドでさ、こんな成功してる人が俺の愛のって打つ。めちゃめちゃいい人じゃない。打ちますよ。めちゃめちゃお笑いにストイックなんだ。いや、やめてください。そうなんだ。なんだそれ。お笑いストイックなんだよ。よくお笑い番組で見ません？いやお笑い番組見ないですね、やっぱ。え、あ、そうなんですか。昔めっちゃ好きだったんですけど、やっぱ YouTube やり始めてから結構逆に見なくなっちゃいました。だからもうなんかその動画とかでふざける人あんまもうスワイプしちゃいますね、もう。そう、ふざけたりすると、あ、ボケたと思って。あー、やば。もうなんか、病気みたいな感じになってますね。だから僕、ポケモンのゲーム実況ばっか見てるんですよ。楽しいんですか、それ。結構敵回してる。ポケモンのスポーツだから。いや、好きですよ、ポケモン。ソワッタ好きですよ。バトルはもう、ほんと緻密なこうやつ。わかりますよ、もう。どっちも買うタイプなんですよ、僕は。あ、そうなの。どっちも買うタイプです。そうなの。そうです。え、友達じゃん。いや、友達。いや、基準バグってるんですよ。どっちも買うやつ友達って何なんですか。え、そうなんだ。はい、え、逆に YouTube 見る？あんま見ないかな。あ、やっぱ見ないんだ。YouTube 何見るの？なんかそれこそ、うん、急上昇とかいろいろ上がってくるじゃないですか。あー、はい、それまで見てたりとか、うん、出させてもらうってなった人は絶対見ますし。あー、そっか。じゃあ俺のチャンネルも見てくれたんですか。もちろん。え、何見、やっぱデイスインナーベ見ました、ね、見ました。それこそこれ、この企画があるんだけどって言われて送られてきたんで、はいはい、見ました。とか、なんでカルビそんな気になったの。確かに。いや、カルビは何気になるかっていうと、憎めない顔してるし、前のマネージャーに顔がそっくりで、なんか、そうなんだ。はい、なんか気になる存在っていうか、お会いしたかったんですけど。キララさんにそんな言ってもらえると、絶対後悔してるわ、気がするんだ。後悔してますね。絶対嬉しいと思うね。前のマネージャー顔似てるんだ。めちゃくちゃ似てるんですよ。とか、それじゃん、もう。それでしかないもんね。会いたかったです、ヘキオ君。まあ、ヘキオ会えねえだろ。やめてんだから。本当にこいつそんなにバカだ。あ、もう俺、いや、もうごめんなさい、もうこいつとか言っちゃってる。もうやだ、本当に。いや、すごい、ね、でも本当にすごいのが、俺結構気使うタイプなの。うんうんうん。だから、うん、結構敬語とか抜けなかったりするんだけど、逆にすごいよね。逆にね、俺だって本当にキララさんレベルってこいつは絶対言えないじゃん。いや、言えない、うん、俺もう本当にちょっとバカにしてるもんね。いや、リスペクトももちろんあるんですけど、マジでイカれてんだなと思って。いい意味で、嬉しいです。めっちゃイカれて、え、やっぱさ、一緒にいてさ、イカれてるエピソードとかないの。いや、全然ありますよ。言われてないエピソードの方がないです。いやいや、逆に今日俺が来たよりもここをよく呼んだなと思って。いやいやいや、私そういうイメージでね、イメージついてないから。そういやいや、嘘つけ。なんでチンカス持ってるんですか。本当だよ。もうつけに来てる。本当よ。やめて、本当に。やめてね。でも本当にヒロキはお酒が強くて、ヒロキが酒強いんだよ、ある程度人並みやな。ほろ酔い飲んでるけど。でも本当に強くて、なんかびっくりしたのが、親しくもなってない頃に、それもうなんか私なぜかお前って呼ばれてたんですよ。え、やっぱ全然、分かる。なんかお前。分かります。でもこれマジでいい意味で、本当人懐っこいんですよ。なんかお前って呼びたくなるのかな。それじゃあ、お前さ、みたいな。ショットグラスバーって、この右から左までガーって並べて、右から順に飲んでけんみたいな。え、そっち系と思って。そっち系ってなんだよ。そっち系ってなんだよ。その分自分でも乾杯して飲んでたんですけど、もちろん。10分で潰されたんですよ。お酒強い方なのに。あ、そうなの。相当強いね。相当強い。一回で転げ回ってましたね。本当に。
おもろ。吊るされましたマジで。でも本当にマンドマンの人ってめっちゃ強いイメージがあって、うん、そうだ。僕なんかクロスフェイスって人とあのこの合わせてもらったことがあるんですよ。でもそのライブ終わった後とかにもう異常なこともう瓶で飲むからね。やばいっすよ。ウイスキーとか。やばい。やっぱやばい。やばいっすね。だってステージドリンク家がえ。そう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 。ステージで家が飲んでんの。楽しそう。楽しそう。ねね、上がりそうですね。上がらないか。上がらないか。あと上がるっていうのやめよう。上がるはいいです。上がるもギリやから。パケからの上がるはギリやから。ギリのギリの攻めすぎだ。パケから何？え、私をそっち系にさせないから。あのなんでそっち系を抑えてるかというと、俺もそっち系だと思われる。それに反応してる相馬さんが一番好きだから。だから俺はそっちの集まりみたいになっちゃう。バンドマンだし。なんでこっち入ってる？バンドマンだし。だし。バンドマンだしはもう雑すぎる。いや、ほんとそうだ。偏見ですよ、これは。いや、職質されたことあって。何持ってたの？え、いや、持ってねえわ。だって、なんのお前さ。やばいな、お前。何持ってたのがやばすぎる。すぎだろ。いつも持ってるみたいな。その時何持ってたのみたいな感じで。そんな話しだすわけねえだろ、持ってたわけ。確かに。カメラ持ってたら言わなくてももうおかしい。だから、ほんとにやってねえって。ほんと？だから、それ普通に、でもそれやってるますかじゃなくて、タイマーパーティーしてますかって。決め打ち？もう決め打ち。もうだから、ほんとにパーティーしてますよね。これと、あと、これ来てるから、タイマーしてる人じゃなくて、もうタイマーパーティーしてる。もう主催する側だと思われてる。やばい。ほんと、だから俺もう、ほんと、タイマーパーティーしてる人だと思われてる。やば。そんなないじゃん。ないっすよ、聞いたことない。でも警察にそういうのやってんでしょとか、見せてくださいはあるじゃん。俺ともうタイマーパーティー一点張りもう。三茶とか歩いてて、その相馬さんいりますかとか。え？言われる。え、そっちの人じゃないですか。だからもうなんかいりますかって、もう俺がしてる点なんだよ。確かに。でもさ、相馬さんくださいじゃなくてよかったね。ああ、違う。そのください。俺さ、もらえるんすか。万が一、じゃ万が一栽培してたらこの髪型しない。逆に怪しすぎるでしょ。なんで俺匂わせてんのちょっと。おかしいじゃん。だとしたら黒髪にするわ。色バレ。もっと色バレじゃねえんだよ。わかりやすいよ。色バレってなんだ。わかりやすい。わかりやすい。みんな僕持ってますよ。ここで宣伝してね。やばいな。やばすぎでしょ。全然想像してた電線鍋と違うわ。なんかめっちゃ血が悪いわ。血が悪い。今までで一番悪い。俺ら、冷水鍋するときって、やっぱここでしか聞けない話とか、ちょっと真面目な話行くと全部持ってかれる。まあ別にいいわ、全然。これ楽しいもん、本当に。面白いですね。面白い。なかなかレアですよ。いや、レアだよね。レアです。レアだよね。ここでみんなでカミングアウトみたいな。カミングアウトって言うとやばいでしょ。やっぱやってんじゃない。僕らはやってないですよ。でもこういう人の真面目だからね。派手そうに見せてるけど、本当は真面目。なんか、やばいっすよ、なんか。必死感すごい。ごめんなさい、本当俺のせいで疑惑出たらごめんなさい。今後なんかプライベートで会えないで。でもなんかやっぱプライベートで誰と会ってるのかとかすげえ気になるよね。だってさ、 YouTuber で芸能人と会うのそれこそ光るぐらいだから。確かに会ってないんですか本当に。俺光るとかに、うん、まあ、たまにね誘ってもらえる時とかあるんですけど、やっぱちょっと行きにくいよね。なんかまあもし知らない場合とかやばいやつ来ちゃったじゃんってなるから。光るも自然と途中から俺じゃなくてミッキーを呼ぶようになってるからね。ああやっぱそれは大事じゃん。やっぱ確かに、うん、誰連れてきてんだってなるやん、うん、面白いけどね相馬さん、うん、え、いてくれたら助かるけど、飲みの場とか。じゃあ呼ぶ？呼ぶ？これ。いや、絶対呼ばないけど。ほら呼ばないほら、呼ばない。警察来ちゃうね。俺、離れてんの。なんでカーテン緑なの。え、それは緑が多い。じゃあ、緑が好きなの。緑が好きって。緑が好きはやばい。じゃあ、緑がギリギリの人。違う。怖すぎる。ジャボンじゃねえんだから。本当に緑色が好きで。だから、本当本当なんですよ。いやいや、これもだよ、じゃない。いいよ、別に。今何言ってもダメだ、もうダメだ。これいじられて、もうそっちに持ってかれるわ、もう。ダメすぎる、本当に。俺もう鉄板なんだけど、引退してから、今後どういう風にしていこうかっていう仕事とかも含めて。これ真面目な話ね。誰？引退私？これそうでしょ。引退してないじゃん。してないから。バキバキ10年目。これからっす、なんと。なんなら。なんならこれから。うん。これからどうしていこうか。そうそうそう、やっぱ仕事とか気になると思うんだよね、やっぱり。これ、あんまり言ったことないんだけど、海外進出したいなと思って。へぇ、中国とかそっち系に行きたいなと思って。へぇ、それはどういう方向で、そのモデルさんとしてってこと？
うん、まあいろいろ。海外に向けて発信したいんだよ。そうなんですよ。そのなんか、カラコンとかいろいろやらせてもらって、それのなんか、海外からのなんかオファーとかも来てるんで、うん、え、そうなの？そうなんですよ。そっちに行って、そっち圏、アジアとか、はい、じゃあ英語とかちょっと勉強してる？そうですね、中国語とか、勉強しようかなと思ってます。してないじゃん、誰でもお前勉強しようかなと思うかどうかは厳しい。一番その結果出ないタイプで、中国語であんま聞いたことない。勉強しようと思ってるって、あ、でもそうなんだ。え、でもそれ初めて聞いた。そうでしょ、初めて言ったもん。嬉しい、すごい。あ、そうなんだ。実業家としてみたいなことでしょ。そう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 、そういう、じゃあどちらかというと、じゃあカラコとか美容系とかで実業家として。結構ライバルも多いもんね。そうですね、そっち系狙ってる人多いんで。多い、そこでどうやって勝っていくかっていう。だから中国勉強しようかなと。あー、そっち、確かにね、日本向けはいっぱいあるけど、そっち向けて、しかも知名度もあるし。おもろ、おもろいね。いや、面白いですね。やっぱちゃんとこう、なんだろう、マネタイズしようとしてるんですね、やっぱりね。やめてやめて、そういうこと。ふざけてる感じ出してるから。いや、もう無理。今出てないよ。今はギリギリ出てない。真面目なやつやめて、真面目なやつ。真面目なやつになると、途端に喋れてる子になる。急に。やめて。でも恥ずかしいんだ。真面目なやつやめて。かわいい。ギャップがね。いや、すごい。あ、そうなんだ、面白。なんかいい話聞けちゃったね。なんか、いや、本当だよ、だってそういう話する場だから、本来は。本来はね。本当にね。食べよう、これ。うまそう。美味しそう、すごいね。やば。いや、この3人とやっぱ、ご飯食べるっていうのも貴重だな、本当に。いただきます。いただきます。相馬さんは、じゃあこの泥酔鍋で、バレエが来たらもういいかなみたいな。あー、終わりみたいな。はいはい。YouTuber だったら、やっぱヒカキンさん。あー、なるほど。もう会えないですよ、なかなか。あ、そうなんですね。あの人って、本当に会えない人なんで、あの人来たらもう最終回じゃん。あー。次の、だってヒカキンさん次誰紹介するのって YouTuber だったらなっちゃうし。芸能人さんで言ったら、僕めっちゃ好きなのがおぎやはぎさんなんですよ。うーん。でもエビスマスカッツだから。はいはいはい。なるほど。僕めっちゃ好きなんですよ。うん。だから会ったらもう多分、もうやばいです。喋れないです。喋れない。1年くらい芸人やってたんですけど。そうなんですね。その時もやっぱおぎやはぎさんがめっちゃ好きで、全然そのおぎやはぎさん経路近くなんすか。だから辞めたんですよ。なるほど。あの、自分がそのそういう風になりたいけど無理だなと思って。なるほど。はい、ちょっと尖ってる感じだったんです、僕も昔は。なるほどね。何？尖った。あ、これが尖ってる。尖った。尖ったじゃない。これ僕がしようじゃん。危ないこれ。危ないね。意外と取れないよ。うん。ああ、折れた。グダグダや。最終折れる。あ、お前もか。いや、でもおみも今日嬉しがってたんですよ。やっぱりハスケキラーさんいるってなって。で、こいつは多分知ってたんですよ、来る人が。だから動画回してた最初。ああ、なるほど。玄関からね。だからお前緊張してたんだね、今日ね。いや、もうずっと汗かいてます。ああ、嬉しい。どんな回なんだっていう。それで言ったら、だって次広く呼ぶこともできたわけじゃん。はい。でもそうじゃないね、やっぱいてほしかったね。そう、いてほしかった。それはやっぱ話しやすいから。俺らが話しやすいから。そうだね、最初やっぱ決まらないもんね。話しやすいからじゃないね。しかも人見知りなんだもんね。そうなんです、実は。え、ヒロ君は人見知りじゃないですか。めちゃくちゃ人見知りです。めちゃくちゃ人見知りです。そうなの。全然最初はそんな感じじゃなかったけど。タイプ違うんですよ、人見知りなんで、いっぱい喋って。一緒隙を与えないっていう。人見知りじゃないと思われるけど、うん、なんか実際じゃあその後に交換とかできないタイプ。わかります、わかります。はいはい。この場では仲良くできるけど、すげえわかります。それでもこの後に交換するのってちょっとハード高いじゃん。相当無理です。連絡先聞く人とかすごくない？やばいっすよ。いや、あれ頭おかしい。俺も思う本当に。なんかその距離の測り方どうなんすか。そう自分で行けたら全然いいんだけど。確かに確かに。なんか聞くの結構怖いよね。食べていい？いただきます。ちょっと食べると、ちょっと俺、そう、女同時並行できないから。喋りながら食べるってできない。なんでこの企画やってるの。どっちかやめてください。だから俺毎回怒られるの。なんか、そう、あの、お前食べさせろよって。なるほど。俺、お前が喋りすぎてるから食べれないだろ。いや、そのタイミング。間違えました。そのタイミング。全然美味しかった、よかった。これが30何回目です。あ、ごめんなさい。32回目かな。32回目。ついに何回でも出れるんですね。
この企画を考えてくれたらヒカルなの。あそうなの。僕なんか喋るのが、うん、そういう動画上げたことがなくて、うん、でもそもそもトークやった方がいいですよって言ってくれて、うん、じゃあこういう企画やったらどうですかって言って初めてのゲストはヒカルで、でここから僕から呪術つないでいったらどうですかって、なるほど。で大体こうまたヒカルが戻ってきてるじゃないですか、こうなって、うんうん、それはまあシーズンごとに分かれてて、大体なんかこうあの炎上した時とか、はい、あのおじゃになる時があるんですよ、大体YouTuberって結構特殊な職業でして、大体僕が炎上してる回数です。炎上のタイミングでヒカルがいる。ああ、そうそう、紹介してくれたけど、結構スケジュールが合わないかったりとか、はいはい、そういうのがあって、そこで戻ってもらったりとか、そういうのが結構多いですよね。ケツ持ちね。言い方気持ちね。またね。マジで本当に。すぐそっち行く。なんだよ、どこで育ったの。てか、絶対ケツ持ちいるでしょ。やめて。いや、絶対信じられない大富豪の人と絶対仲いいじゃん。仲良くないです。結構そういうイメージあるんですよ。あるある。はい、絶対パトロンの人が多いイメージ。だってあのこの前も動画コラボさせてもらった時に言ってたのが、うん、ご飯食べさせてもらって、うん、次予約したいですって言ったら6年後とか、うん、そういうお店に行ったりしてるのよ。それってもう絶対隣に権力者いるやん。権力者じゃないと無理だから。いや、行ってるでしょ。行ってること、行ったことないですよ。うわー、言ってる。バンドマンはそういうとこ行ってない。ちょっとずるいな、そういう時だけバンドマン出す。バンドマンで、それで言ったらヒロ君もさ、うん、家計的にさ、うん、表出る方がしんどくないって思うよね。例えば偉大じゃん、全その兄弟もそうだし、はいはいはい、もちろんお父さんとかも偉大じゃん。それで、じゃ自分でバンドやろうって一歩目って結構重くなかった。そんなでもね、うん、考えてなかったかもしれない。いつからやってたの？17歳の頃からですかね。もうやりたいからやるだけっていう。っていうかそんな別に頭いい方でもなかったん で学校が嫌いだったんですよ、とにかく。ことが一緒じゃんね。相槌なめんなよ。相槌の質なめんなよ。一緒じゃんね。近所のババアじゃねえ。しかも一緒って知らねえし。知らねえ。一緒なんだ。その話してねえ。学校が嫌いだった。そういうことね。みんな大学行くって言ってたんですけど、あと4年も学生するのしんどいなと思って。なるほど。することなんかないかなと思った時に、あ、歌やろっかな。そんぐらいの。すごい。何も考えてなかった。何も考えてない。本当に何も考えてない。すごいね、それで。すごい。それでしかもさ、うん、成功しちゃうってやばい。いやおすごいよね。いや、やっぱ歌は自信あったの？全くなかったですよ。ないのに。ない自信ない人の歌い方じゃないよね。まあ確かに。いやなんかあんまり言い方あれだけど、ちょっとやっぱ相当聞いてるもんね。おい急に何なんだよ。さっきまで真面目とか努力家とか言われてたのにブレブレじゃん。いや俺もなんか見た、もちろん知ってるじゃん、やっぱり、うん、やっぱかっこいいもんね、うん、俺歌手の人がやっぱすごいなと思うのは、うん、やっぱ歌う時にさ、うん、照れちゃダメじゃん。そうそうそう、だし、うん、MC もさ、うん、すごいよね。あなんかさ、生きてない時お前らついてくれんのか。あー、わかるわかる、できない、できない、めちゃくちゃやってやってじゃん。おい、軽んじるなよ。軽んじるなよ、バンドマンを。おい、謝れ世の中のバンドマンたち。あれやねじゃないんだよ。あれやってやれじゃないんだよ。あのね、いじんだ。変ないじり方すんだ。あおれいじる。何パターンも用意して言ってるわけじゃないから。あれってやっぱ台本とか書いてるの？書いてないよ。書いてないよ。出てこないよね。できんのかあれや。いやいつからか言えるようになるのよ、あれが。そうなんだ。あれでこけるとうまく乗れないからね。あれで噛んでもダメじゃん、絶対。できんのかあれやじゃん。おおおみたいになっちゃう。あれ難しいっす。難しいんすよ、タイミングとかね。そうやね。だからあの世界観を作んなくちゃいけないから。いやすごい。この人のなんか相槌、人を小バカにしてるような。基本的に多分ね、小バカにしてる。そうですよね。すごくない？でもさ、ひろきってやっぱり家系がさ、もう素晴らしいじゃない。だから本当にあの礼儀とかそのマナーとかに厳しい。なんかみんなでお寿司食べてたんですよ。で、だから私の友達何人かいて、女の子と、ひろき様は大富豪なんで、どこが大富豪？女の子のお友達の分とか全員お寿司代を払うんですけど。すごいな。そうなんですよ。いや、カツアゲでしょ。払わざるを得ないなんですけど、普通にお寿司食べてて、その私のお友達が今日足のネイルをして、フットネイルやってきたみたいな。で、写真を見せてもらったら、その足の指の毛がボーボーだったんです。ちょっとネイルは可愛いけど、ちょっとこれ毛がボーボーすぎるよって言ったんですよ。言ったんだ。で、言ったの。ちゃんと言った。デリカシー。違う違う違う、これなんか
かインスタに載せない方がいいよみたいな。そう注意してあげたら。言ってあげた。インスタに載せようとしてたの。載せてたから。載せてたの。その子のお姉ちゃんもいたから。うん、妹か。うん、で見せて見せてみたいな感じで、その指の毛をなんか見せ合ってたの。うん、そしたらいきなりブチ切れて。うんうん、寿司屋で足の毛を離してんじゃねえよ、そんな切れてないよ、俺もう帰れよみたいな、そんなこと言ってない、絶対そんなこと言ってない私涙目、え、待って、私の毛じゃないんだけど、まあ、そもそもね、お店でそういう話するのは良くないよっていう、でも嫌、今言われても嫌、あーそう、毛に厳しい、毛に厳しいじゃないチンクス何も言わなかったもんね、言わなかったもんね、俺の今日どうなってんすか、おかしいでしょ、低層観念、俺バレてるね、言わなかったもんね、そうなの、チンクスはいいんだけどって言われて、いやいやいや、TPO で、TPO でここで別に蹴られたっても全然問題ない場所ね、でもそれは確かにちゃんと育ち、ちゃんとね、育ちがいいと思ったけど、うん、これ育ちいいとかじゃなくて誰でも言いませんおもろ、もう確かにもう1時間撮ってたら十分やね、ほんとにね、めっちゃおもろいしね、うん、あるのかな、ただ大丈夫使えない、みんなが求めてたものかどうかは分かんない、ほんまにねねね、普通に飲み会みたいな、いやマジそう、とてもカメラが回ってるとは思えないよ、いやほんとにほんとにマジそうだよね、ほんとにしかもこの3人って馴染んできたんじゃない、いやめちゃめちゃ馴染んできたなんかさ、その何なんだ、なんでそもそも浮いてるってそもそもね、緊張溶けてきた、ほんとにほぐれてきて、うん、すごいもうほんとフレンドリーすぎるから、多分動画とか見てる人は広く言われてたじゃん、2年前にヒカルと行った時に、なんか有名人のオーラが出ちゃってるっていう、あそのオーラやっぱ俺あったから、うん、だから今日見たらめちゃめちゃフレンドリーだよね、2人ともね、うんうん、全然こんな感じだと思わなかったもんね、いや本当にお前多分あれだよね、その広く来てくれてた時多分事故ると思ったよね、多分正直正直ちょっとなんか相馬さんの特回んないんじゃないかなとか思ってましたけど、いや思ったよね、だってもうツッコミに回ってんのか、そうそうそう確かに確かに、え、今後出ます俺レギュラーになるちょうどカルビさんと色が一緒カルビが休みの時は広くんが来るってシフト制になっちゃうシフト制でなんかあれやろ、お見舞いなんか聞いてることとかあるの、あ、僕でせっかくだから結構楽しみにしてたから、そうです、うん、趣味ってお見合いじゃないんだよ趣味ってお前でもお前こんだけ考える暇ってそれがことじゃないお前、いや、これちょっと理由があって、やっぱその想像つかないんですよ、どういう私生活プライベート何してるのか送ってるのかっていうのが想像つかないんで、ホテルよくなんか別に泊まんなくてもいいのに、都内のなんか良さそうなホテルに泊まってみたりとか、そういうことをしてます。へえ、はい、そうなんだ、次の日が仕事あっても行ける範囲みたいな。ちなみにおすすめのホテルとかだろう。おすすめのホテル、うん、それだけ言ったら教えてほしいよね、ほんの一番良かったとこね、一番良かったとこ、一番良かったとこっていうか楽しかったのはなんか部屋の中にプールがあるとか、ホテルの部屋があってここを出るとプールみたいな、あテラスを出るとってか、うん、すごい、それ日本、日本、あるんだ、なんか普通になんかでっかい、ちょっと本当に泳げる何メートルプールみたいな、へえ、これも行っていいのか分かんないけど、それ誰と行ったのそれ、いやそれは女子会で行きました、本当に本当に、いやー、いやー、いやー、ちゃんと、あちゃんと行きました、あ、本当に、動画撮ってないで、動画撮ってないです、プライベートで行ったんだ、そうです、でもアルちゃんとも仲いいのか、そうそうそう、へー、すごい3人組だね、ユアルちゃんとアルちゃんで、雑誌でペシェとか、あ、よく知ってらっしゃいます、あ、そう、あの、なんか会ったことあるみたいな、あ、そうです、一応サオリンさんのペシェの密着取材の時にいたんですよ、お邪魔させてもらって、サオリンさんのマネージャーさんですか、いや、違いますね、カメラマン、なんかいろんなね、YouTuberのお手伝いとかしたりしてるんで、その時に多分サオリンさんのお手伝いしてた時に多分いたんだと思う、そうなんです、なるほど、他に聞きたいことない、逆に、でもそれこそヒロさんにも、あ、趣味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 でそんな聞きたい、バンドマンの趣味って気になる、いやいや、これでかすぎじゃない、バンドマンが全員この趣味かどうか分かんないですけど、でも僕、物件見るの好きですね、へぇ、変わった物件とか好きなんですか、いやいや、もうとりあえず引っ越す気もないけど、なんかこう、あ、分か
わかります。わかるわかる。物件出たらとりあえずの間取りと家賃とか全部見て、キッチンとか風呂とか、全然引っ越す気ないんですよ。引っ越したばっかだったりするんですけど、ずっと見て、いやここにしてはちょっと高いなとか、一人でブツブツ言ってここにしたらよかったってなんない、それ逆に。それなんない、今んとこあんまり、あんまりいい物件ないないんです。それで言うとだから今不動産 YouTuber と結構人気だったりする。あー確かに。部屋を紹介してくれるか。私もよく見てる。あ、いや見てんだ。見てんだ。都内高級マンション、そうそうそう、新居ってことですか。住める家を、住める家、あとやっぱ変わった家とか間取りが、それで言ったらうちもめっちゃ変わってるから、今ヒカルにこう家賃払ってもらってる家も、もう3階建てなの一応。マンションやん。マンションマンション。え、すごい。でも1階が駐車場で、と2階と3階が部屋なの。駐車場からそのまま行けるんですか。行ける行ける。うん。とかめっちゃ変わってるので、コンクリート打ちっぱなしで。いや、めっちゃいい。かっこいい。玄関が網戸なの。え、玄関網戸だね。ドラゴンのボーナスステージ。そうそう、ボーナスステージだ。ボーナスステージだ。え、そう、網戸で、で、まあ一応鍵ももちろんあるんだけど、で、なんかね、破れるよね。その、破る人はいない。網戸網戸で、一応透明なドアもある。それ以外はめちゃくちゃいいんだ。そう、まあ全然俺はいいんだけど、行きたい人はだいたい2回目行きたくないって言われる。だからやっぱ音が、やっぱこう響いちゃうっていうのと、寒いっていう。あ、日当たりも良くない。なるほどね。特殊な家すぎて、ヒカルの動画でこの家、相馬さんに払ってあげますっていうのを動画出したの、うん、その後に王様のブランチで珍しい家特集で、何々駅から徒歩3分のこの家ってなった時に、まんまうちでやば、特定されちゃったの。やば、王様ブランチ特集してたから。やば、珍しい物件特集で。そうなの。やばすぎ。最寄り駅バレてんのも。やば、うん、え、ファンの方とか来ちゃう。いや、もうそれは来ないですね、残念ながら。はい、ファンがいない。残念ながらな。まあ、いや、いないは言い過ぎて。いないで60万円逆です。来るの人は熱狂的な人が多いですからね。別にわざわざ僕の家に来るってなかなかないと思うんですよ。それこそもう警察来るじゃないですか。警察来てるじゃないですか。何喜んで警察来るじゃないですか。怖すぎだ。なんか家って空気あったから。なんか俺言わなくちゃいけないのかなって言わないといけないのかなって。逆にファンの人とかで、そのストーカーみたいな人とかいないですか、二人とも。やっぱ意外といないんだね。相当ぶっ飛んでますからね、それ。だ、昔俺がいたのはやっぱ YouTuber で。え、怖っ。怖い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 。やめて。怖い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 。この初めて、初めて。怖い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 。え、ラファさん。めりめりめり。なんか剥がれ方もさ、すごい。剥がれ方が怖かった。え、何の話？あ、ストーカーの話だ。怖い。怖っ。あ、怖っ。え、この中に犯人がいるって。違う。違うでしょ。違うでしょ。確かに、これだけ見たら、完全にこれ、悪人面。確認ずらってなって。いや、だってそのちょっとサスペンスです。全員犯人そうじゃん。確かに、ね、価格もね、価格も全員。いや、そうそうそう、うん、何の話したか忘れちゃったな。あ、そうだそうだ、M1 の話聞きたい。 M1 の話、第 M1 の話。え、通過したんだよね。落ちたんだよね。そうなの。通過したんだよね。それ一番ダメな間違い。全然違うからね。本当に M1 受かったと思って話してくれたんだ。ごめんごめんごめん。いや、全然全然、そのそう、ごめんもやだし、ごめんもやだし、気使われてる。いや、でも本当 M1 に挑戦したの10年前に。1年だけ芸人さんしてて、で、辞めてから結構言われることが多くて、それこそカルビと一緒にやってるから、なんか芸人時代の滑ったネタとかも出てきちゃったりして、で、なんかそれを自分たち遠ざけてたんだけど、まあ挑戦した方がいいかって、それこそオミが結構提案してくれて、で、挑戦したの。で、プロの芸人さんとかにもネタとか一緒に考えてもらったりして、練習も結構して、一回落ちて、で、ああ残念だったねって言ったら、今こういじってもらった。なるほどね。なるほどね。通過したんだよねって。あ、そうか、その通知ってちょうど2日前とかって。ああ、そう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 、本当にそう。そうなんだ。そう、本当に落ちたこと知らなくて。言ってくれたら嬉しいよね。いや、嬉しいですね。いや、ね、めっちゃ頑張ってたんですよ、本当に。でも今までやっぱね、めっちゃ難しいですよ、やっぱ芸人さん。やっぱすごい。ええ、今え、我慢できたでしょ、絶対に。バカにしてる。こんなリラックスすることないよ。いや、なんか普通友達と辞めてるみたいな感じ。仕事中なんですよ。やっぱ辞めてもらっていいですか。本当に。え、でもまた来年挑戦したいですか。いや、それも結構考えてて、なんか来年になってまたこのモチベーション続くかどうかってむずいじゃないですか。もしもなんで、ね、おいおいおい、バグってるやつ
しかいねえよ。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいな。え、これ誰誰、え、もしもし、もしもし、ごめんね、お寿司食べてた。やば、何食べてたの、お寿司か飲んでる飲んでる、やってる、やってないの、あのやってない、普通に立ち並んでた、あのお寿司と白ワインを、あ、たしなんでたんだ。もうやっちゃってるじゃない。やっちゃってる。え、ね、お友達に変わるね。うん、もしもし、ひろきです、お久しぶりです。ひろき、マイファスの阿部ひろき、誰誰マイファスストーリーのボーカルのひろです。あ、ひろくん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。たしなんでたんですか。たしなんでたのね。今 YouTube の撮影してて、呪術つなぎでお友達にかけて、うん、次のゲストを紹介するっていうコーナーなんですけど、うんうん、ちょっと出てもらえないかなって、お前が言えよこれ。なんでこれ俺が全部言ってんだよ。すいません。元気、元気ですよ。いやいや、俺に興味持たなくていいんで今。その時間じゃないんです今。あと、ちょ、俺置いていくぼりにしない。確かに。あの、自分のお名前をちょっと大きな声で伝えてもらっていいですか。マット様です。マットさんです。マットさんです。あの、ギリギリの話もっとお願いしてもよろしいですか。いや、ギリギリの話。やばいやばいやばい、やっぱりこの間にするのやめよう。なんでだよ。危ないから。全部消そうとしてるやん。もう本当に危ない。すごいね、いいね、言っちゃうタイプやで、ね、いいね、あんた本当にやばすぎ、全部バラすわよ。私のじゃないのよ。私のじゃないから。超笑った。マジ。わかる。こんなに帰ってくるんだ。待って、面白いから。え、これ泥酔鍋っていう企画で、なんかお酒何個でも飲んでいいから、よろしくお願いします。毎週やってんのそれ。毎週。番組じゃないのよ。毎週とかじゃない。そう、ね、テレビの方なので。あ、テレビ。うん、いけるいける。その回はいつなの、月？え、ヌマティが決めていいの。え、なんか毎週やりたいね。乗っ取ろうとしてるやん。毎週、まあ、いいね。やりたいね。MC、MC。いや、MC、いや、だから俺、いらないじゃん、もう。いいよ、毎週やろ。番組やりたい。え、やろうやろう。じゃあ、マッティよろしくね。うん、また連絡するね。うん、ありがとう。最後、爆弾もいらない、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 ヒロキの爆弾、ありがとうね、ヒロキの爆弾ならいいよ。多分おかしいんだと思う。おかしいな、マジで。次のゲストはマーティーさんです。はい、出ていただけるってことも、いや、これいいんですよ、はい、でも分かってます、僕のチャンネルって、本当分かってる。毎週やろう、毎週やろうとか、パーティーとか何人でやってんのとか、うん、そうそう、なんか今から来るテンションだったけど、そう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 、なんか大丈夫かな、俺不安だけど、次なんか。あー、そんなあんまりないんだよね、その壁とかない人だよね、うん、多分ね。あー、じゃあもちろんです。じゃあもう、ちょっと来、ちょっと次の回はもうやばそうや。うん、全然あの、来たかったら来ていいからね、僕ちょっとダメなんですよ、あれでもちょっとその日は空いてなくて。いや、もうキノコが振り返ってるので。いや、爆弾怖がってるよ。その日空いてなくて。そう、すいません、その日空いてなくて、その日だけちょっと NG です。絶対行ってもらおう、二人で爆弾。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価などなどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ヒロキ YouTube やってます。はい、ヒロキューの YouTube と、あとキラランドね。はい、キラランド。ぜひ皆さん見てください。はい。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。